ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけども本当緊急なんでもう一発撮りでもう適当に上げちゃうんですけどもえ昨日ライブでね、あのー、伊勢市のみそのには部落ないとであの、ね、三重県の教員の、あのーまあ、土地取引の部落差別事件は悪質で、まあ、プロパガンダってあんな自信持って言ったんだけどもどうもね問題の土地は、ね、部落であるしかも未指定地区である可能性が高いっていうことが分かってきたんですよ。で いや、一応明日記事は出すんだけども、残念ながらね、ちょっと経過報告っていう形になってしまいます。もっとね、深淵があるんですよ。やっぱあの事件には。もっと深淵があるんです。えあの、まあ、かなりね、深淵というか、本当の真実にね、近づいてるんで、まあ、次回を込めてあの動画はそのままにしとくんですよ。ほんと恥ずかしいですね。あの、まあ、このチャンネルでも、ま、私ね、時々敗北してますけども、今回もね、ちょっと敗北しましたね。 とにかくね、あの、もっと深淵があります。それについてはもう必ずね、私の誇言にかけてね、ほんと真相を解明してくるので、えー、あの、ぜひね、引き続きこのチャンネル登録して、えー、待っといてください。あの、必ず登録してくださいね。うん、このチャンネルで、その経過をね、必ずね、あの、真実を明らかにしますので、ということで、緊急のお知らせでした。